こんばんは、電気屋 YouTuber です。まずはじめに嬉しいことに、今日12月23日か、ちょうど17時ぐらいかな、嬉しいことに、1000人達成しました。でちょうどその1000人目っていうのはヒロテックさん の、 あの僕の担当者というか連絡のやり取りしてる人が勝浦さんっていう人なんですけど、社員さんに広めてくれて私たちが1000人目行きましたと嬉しい連絡をくれて、僕はまあそれで気づきました。で今日は何していくかということなんですけど、まあ前の動画で今から流しますけど、これが僕の決戦工具セットなんですけど、このレギュラーが増えたことで、うん、もうカバンがね多分閉まらないんですねってことは、しかもこれメーカーはどこのやつ？これメーカー知らんか、迷彩やから。迷彩でなんかかっこいい、めっちゃかっこいいけど、一応あのヒロテックさんのページ、うん、印刷してきたんやけど、いろんななキャスターバッグ、ツールバッグ出してます。決戦工具向けこんなんやったらこんなんええな、防水、あすごいな、プロツールケース、キャリーバッグとかもあるし、うん、こんなんもあるやな、すごい手間ないな、うん、うんうんうん、あ、これ決戦するのにええかもな、俺の今のこの形と似てる、決戦道具ばっかり入れるの、はい、ってことで、まあ、僕は道具をいただいたおかげでカバンがパンパンになって閉めれなくなりましたってとこだけまで言うとこは、うん、あとはもうあとはまあもうそういうことなんでということでよろしくお願いしますと、よろしくお願いします。こんな感じでね、さりげなくねリュックをおねだりしてみたんですけど、まあまあまあとかっこいいねカバン送ってくれたんで、まあ今日はね、これの紹介も兼ねて、まあ僕ほんまにあのヒロテックさんが送ってくれて嬉しいんですけど、ずっとカバン開いたままやったんですよ。これをね、整理していこうと思います。まずはこのカバンの、これすごいいろんな機能があって、まあ、整理しながらこれの紹介をしていくのと、ちょっと2作目か3作目になると思うんですけど、僕、工具がね、まあまだまだあるんですけど、いっぱいあるんで、まあ年末のね、大掃除というか、整理もしながら、まあこんな工具がありますよっていうのを、この動画を見られてる方は、電気屋を始めたての方とか多いと思うんで、まあ僕がね、軽く解説していこうと思います。ということで、まあ1作目は、に集中していきます。みんなに自慢したいんですけど、僕がこの前の動画で、まあ、ヒロテックさんから商品送ってもらったんですけど、まあ、デメリットとしてはちょっと黒金がないから、まあ、ダメというか黒金が欲しかったなっていうのを、黒色と金色っていう色が好きで、まあ、髪の毛も黒色と金色にしてみたんですけど、動画でね流せたら流しますけど、あえてデメリットを言うとしたらちょっと黒金が欲しいかなっていうのは僕は黒金をしてるんで黒金があれば嬉しいなっていうのはありますね。まあ、そんなアピールをしてたらですね、これね、もう俺にぴったりな黒色と金色の、まあこれ前も紹介してリンク貼っときますけど、前の動画で紹介したのはねこれですね、 AWG30 から20までのサイズで、今回のはまあ僕黒金が欲しいというのも言ったけど、僕のサイズにはちょっとこれは細かすぎると。これは18から28までいけるから、AWG で言ったら18から28やから、0.75 から0.08までいけるんで、0.75 付けのケーブルは僕結構あの制御関係の仕事で使ったりするんで活躍するかなと思います。ちなみに今日もね、これね、現場持って行って 0.75 の線と 0.5 の線が今日いっぱい処理しなかったんでめっちゃ良かったです。嬉しいことにね、手紙もくれてね、こんな感じでね、手書きで愛情込めてかっちゃんが送ってくれましたね。まあありがとうございます。嬉しいです。まあこれの紹介はまた今度、ゆっくりというか、ちゃんと電線とか向きながらやっていきます。で、あとはまあカバンの前にですね、これ以外にもね、送ってくれたんですよ。それも今度あの、ちゃんと実践で紹介しようと思うんですけど、今回はもう軽く触れていきます。まずこれからいきましょうか。これね、もう開けますわ。僕がこれかっこいいなって見ながらやってたやつなんですけど、まあ僕が使ってるのはベッセルさんなんですけど、うん、実はヒロテックさんのやつを見てたらかっこいいやつ見つけてしまってですね、うん、俺の好きな黒で、まあおしゃれやな、うん、金は入ってないけど、うん、金ペン持ってるから金でちょろちょろと名前書いたら、うん、黒金の完成なんで、うん、これやったら AWG の10から20やから、うん、サイズ的にも55から0.5 までやから、うん、俺が使う電線を網羅してんねん、うんうんうん、まあ、もうこれ俺が使ったら最強やねん最強っていうのはこれは AWG18 から30やから、うん、0.75 から 0.05 っていう
うん、細い線向きやね、うんうんうん、これやったらどのサイズでもいけんねんな。俺らがよく使う電線、俺はこれの紹介動画をやりたいです。うんよろしくお願いしますよ、うんうん、僕はこれが気になってます。ハサミ型のやつですね。僕黒色好きなんで、うん、めっちゃ使いやすそうですわ。まあこれはちゃんと今度ねデビュー動画を載せていきます。販売価格2922円で、これなんですけども、まあ、小型の両刃のニッパーなんですけど、僕ね細かい仕事とかするんですごい、ね、役に立つと思います。ニッパーといえば、クラインツールとか8000円とか9000円する高いメーカーがあって、僕はまあちょっと違うメーカーでもうちょっと安いメーカーを使ってて、ちょっとそういうね高級メーカーっていうのは憧れてたんですけど、このニッパーは販売価格1万8000円もするニッパーなんですね。ということでランクも一気にランクアップというか、高級メーカーを持つ職人になりました。まあこれもね今度電線皮むき編とか企画してるんで、この時にゆっくり紹介します。でこれがね 1000V まで絶縁できるニッパーですね。これはさっきのより大きいんで普通に電線も切れますし、ここね 1.5 と 2.5、 125ぐらいかな、多分電線のね皮がむけます。これも今度ね実験してみます。で 1000V のね絶縁もついてます。でこれがね前これも欲しいなーって僕が動画でおねだりしてたやつなんですけども、まあこれも送ってくれました。バン血栓とかするときね、これね歯ブラって言うんですけど、これでねくるくるくるっと剥けるんですよ。これ便利なんで紹介したいんですけど、これは今僕が使ってるのなんですね。この CK ツールさんでも出てるんですよ、うん、そのために僕は今日はこれはやめときます何のアピールや。せっかくなんで CK ツールさんの歯ブラをもらったときに剥き動画、うん、紹介するんで、今日カッターナイフを剥きます、ちなみにこれはよくみんな皆さん歯ブラとかいう形で知ってると思うんですけど、ここにカッターフックみたいなのがねついてて、こっちもカッターナイフになってるんで、まあ、いろんな使い方ができます。これもまた今度ねゆっくり紹介していきますね。これはちなみに3597円、これの値段見てないな。これは5940円。ちなみに後でも説明しますけど、僕が紹介した動画でもし購入してもらえるのでしたら、まあ特典としまして電気屋 YouTuber の動画を見たと、まあ今からここにピュンとアドレス載せるんですけど、僕の説明文にも貼っときますけど、勝浦さんにメールを送ってくれたら、先着6名様まで CK ツールのスケールプレゼントします。結構ねかっこいいスケールなんで、黒と黄色のね、まあ写真後でピュンってこの辺に載せますわ。3メートルまでのやつかな、3メートルのちょっとちっちゃめのメジャーだと思います。まあ詳しい説明はまた、探してみてください。から本番のカバンに入っていきますけど、こういうカバンって普通に職人として使うこともできるんですけども、どっちかというとイメージで言ったら、管理者とか検査する人とかメーカーの人とかがこういうカバンを背負ってやってます。まあ僕も基本的には職人なんですけども、まあたまに試運転だったりチェックみたいな感じでね行くことあるんで、そういう時にまあこういうね迷彩のやつでもいいんですけど、こっちの方がなんかプロっぽいでしょちなみにこれは9980円で、まあ僕こんな高いカバン買ったことないんでちょっと嬉しいですね。まあ道具ね入れていこうと思うんですけど、その前にまあ僕が思った、優れてるところとか紹介していこうと思います。まあまず第一にこの底ですね。ここがねかなり頑丈になってますんで、ちょっとこんな商品叩くのあれやけど、具合悪いかな。結構ね僕今強めに叩いてるんですけど、結構頑丈です。こうやってねそこにボーンって、まあ、こんな扱いねしない方がいいですけど、落ちてしまったりすることもあると思うんですけど、それでも全然大丈夫ですね。防水になってんやな。そうそう、そこでこの中もねこう見えるかな、
ってるんで、結構こういうバッカンとかカバンとかって、そこがね、ペラペラで抜けやすいんですよ。こういうね、僕らこう重たい工具とか、まあこれちょっと今扱い悪いですけど、多分みんなこんな感じで、だん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 雑に入れていくと思うんですよ。そうなったらもう底が弱いやつはすぐ破れて、こう持ち歩いてる時にビロビロビロって破れて、傷をつけたらいけないクリーンルームとかあるんですけど、そういうところで落として問題になったりとか、まあ正直僕も情けないことにそういうことしたことがあって、こういうね、こういうのが、こう、落ちたら、もちろん傷がつきますよね。まあこれやったら、それは大丈夫かなと思います。あとはメリットは、こちら、底面がゴム製になって、まあ、この底がね、約7センチ長さがあるんで、まあ例えば水たまりであったり、水のとこに置いても、防水性があるので、雨の日でもね、安心ですね。で、他にいいとこは、ここがね、肩パッドになってて、背中当てもついてます。これがね、結構、柔らかいですね。クッション性があって。こっちもクッション性があるんで、まあ僕ら、工具とかって、重みがわからないと思いますけど、これかなり重たいんですよ。今僕が持っただけでも重たかったんですけど、これを背負うってなると、結構肩に負担が来るんですけど、まあこれやったら、ちょっと負担が軽減されるかなと。そこが強みだと思います。ここ。こっちです。このここにね、丸くなってるんですけど、ここに南京錠が入れれるようになってるんですよ。僕今日100均で買ってこようと思ったんですけど、ちょっと忘れたんで、ここに南京錠をつけれるんで、まあセキュリティ面もね、歩いてる時にまあ取られたらさすがに気づくと思うんですけど、一応安全ですよということで、こっちのでっかい方のチャックにもちゃんとついてますね。ここで南京錠などつけてロックできます。ただまあ現場とかにね、結構高いもん入れると思うんですよ。メガとかね、絶縁測定器とか、なんやかんや、このカバンの中にパソコンとかね、10万、20万とかなると思うんですけど、ここでね、鍵かけとけれるんで、盗難対策にもなるかな。カバンごと行かれたらおしまいやけど。あとは説明だけしててもよくわからないと思うんで、実際に物を入れていきます。で、今日のテーマは、僕、今年工事いろいろやりまして、工事的なことは終わってきて、最終の実際に機械を動かしてみたり、測定ちゃんと、規定の数値が流れてるかとか、3層があるんですけど、それが層が回ってるかとか、そういうね、検査側の仕事にするんで、ちょうどそういうね、一式を作りたいなと思ってました。で、検査する人って、僕らいつも腰道具とかつけてますけど、腰道具とかジャラジャラつけるんじゃなくて、こういうカバンで来てるんで、まあ、僕もそれで行ったろうかなと思って、今日はそういうキットを入れていきます。まあ、中身はこんな感じになってますね。まあまずもらったニッパー、うん、いいね、入るね。でこれね、血栓誰かが間違えてたりしたら、端子上げ直さないといけないんで、うん、これも入れようか。でもし増設電線ね、また新たにならなあかんとなったら、皮も剥かなあかんから、これも入れると。あとはちょっと太い線切るのにニッパー、何入れよう。でこれがクリッパーですね、60スケまで切れるクリッパーです。お、いや入りますね。あと何いるかな。じゃあちょっと見た目悪くて汚いんですけど、これは CE 握るやつですね。いけるやん。あとはまあドライバーね、あとはこれ絶縁圧着用の圧着器ですね。あとはこれね、もらったやつ、この辺入れとこうか。クロフィンね、ここに忍ばしておきます。これも一緒に入れておきますわ。何個か入りますか、このポケット。ここビニールテープとかね、もう入れといたらいいんじゃないですかね。ビニールテープ。あとはこれ通称メガっていうんですけどね、絶縁測定するやつですね。これまあ、テスターの機能も枯れてるんで、伊藤克美さんから、テスター早く紹介してくださいって責められてるんで、紹介したいとこなんですけど、ちょっと待ってください。今度またゆっくりやらせてください。
豆がね、ここに入れます、うん、全然入りますね。あとはね、僕あの図面とかこういうとこに入れてるんですけど、図面はここに入れときます。こういうポケットもあるな。あとね、これタブレット、まあ、iPad でもいいと思うんですけど、まあ、現場でね、書類タブレットで見たりすることもあるんで、タブレットも入りますね。この中はね、ちょっと傷がついたら嫌なもの、まあ、財布とか。お、財布も入ります。長財布映ってる？映ってるよ。これたまに出てくるうちのお父ちゃんの Yes I'm Drunker の花店っていう CD なんですけど、僕100枚在庫持ってるんで、これも1枚入れといて誰かに売りつけてきます。まあ、ここはこんな感じかな。でここねサイドポケットあるんで、ここはちょっとこれ僕の携帯今撮影してるんで、僕の自分の携帯じゃないんですけど、こういう風に携帯ちょっとしんどいな携帯はちょっとしんどかったです。名刺はこうだよ名刺入れちょうどですわ。名刺入れここに入れときます。これがね、酸素を確認する酸素器っていうんですけど、これもね、モーターの回転方向とかチェックするのに便利なんで。うん、入るな。適当になんかツッコミとか入れてくれてる前田みたいに喋っていい？いいよ。これね、伊藤かすみさんの大好きなテスターですね。これ電池入ってるんかな。いけるやん。いける？まあ、これちょっと伊藤勝美さんのために今度ゆっくりやるけど、今日は軽くちゃちゃっといくわ。これね、あのよく使うのはボルト、何ボルト流れてるか確認するやつ。ここにメーター合わせて、ちょうどここにコンセントがあるから、ここに突っ込んだら今100ボルト流れてんねんけど、 101.8 ボルト流れてますよと。であと僕らがよく使うのは導通チェックっていうねんけど、この線と線が接触してるか、ちょっとこれの導通チェックもやりたいねんけど、いろんな材料がいるから今度やりますわ。まあこういう機能があるよと。まあ、テスターも入れときます。入れるんですか。このポケットも開いてるの。このポケットまだ開いてるから今度入れるの。39個あるらしい。39個もあるの、うん、まだまだ入れてるな。あとは関係ないんですけど、香水入れときます。身だしなみやな。身だしなみ。香水入れるとこないな。香水やめときます。モバイルバッテリー、まあ、ここはこんな感じでね、僕は図面とかタブレット、まあ、あのノートとかスケジュール帳か、こういうのも入れたらいいと思います。ここに、まあ、3枚ぐらいまでやったら入るかな。こっちに入れ、こっちもこういうメガとか入ってなかったら入ると思うんですけども、で、さっきこういう使い方したけど、ここにもこういうこういうのついてるから、長もんっていうんかな、まあ、シノとか入れることないと思うけど、シノも入るし、例えばモンキー入れてみるとか、モンキーもスポット入るし、これね、太いドライバー、プラス3のドライバー。さっきマイケープロ紹介してないな。すいません、いきなりシーン変わりますけど、このマイティープロってやつも実はもらったんですけど、これまあ天井配線とか、こういう壁にビュンと通すときとか、まあ、いろんな場面で使えて、これなんとか名人っていう名前出さないですけど、っていうので日本では他のメーカーで売られてるんですけど、これはそれよりね、多分強度も強いですわ。これが価格は販売価格13,200円。まあ見た目もかっこいいし、ちょっとこれから今度これもこれで配線する動画っていうの、僕の実家に無理やりダウンライトつけるか、友達の家かなんかダウンライト増設させてくれとお願いしてやってみます。まあコンセント増設もしますわ。ってことで今日はまあこれはここまで紹介しないです。
これね、天井開けるのに引き回しか、引き回しも入ると。ヤスリね、配管仕事ってやったらヤスリ、うん、こういう風に使ったら、あの現場職人としての使い方っていうんですかね、もできると思います。まあ今回僕は管理者系で行くんで、こういう作業はしません。チェックジャンプね、この3点セットかな。あといろいろ入れたけど、ポケットもまだ1、2、3、4、5、いろいろ余ってますね。あ、ここもこうやってついてるわ、ちゃんと。こういう入れ方してもいいんかな。うん、これね、モーターのバラストにこんなんとか、まあ入れ出したらキリがないんで、入れるもこんぐらいにしときます。でここなんですけど、カード入れれるようになってますんで、あの僕らの仕事って結構セキュリティが強い、セキュリティが強化されてるとこに入ったら、ピッて押さないとカードキーとか通さないと入れない部屋とかに生かされるんですけど、そういうカードキーを持っとかなダメなんですね。まあ、そういうのを入れてもいいし、あとは名刺とかかな、名刺とか入れてもいいと思います。俺やったらこのゆめちゃんが作ってくれた俺に YouTuber 用の名刺、これは5000円で作ってもらったんかな。ゆめちゃんが頑張ってくれて、またリンク載しときます。これをここに入れて、でカバン背負っていきますね。ここであの長さも調整できますわ。人それぞれね、太ってる人痩せてる人いけると思うんで、まあ俺は今のやつでいけるわ。どう？ちょうど？うん、似合ってる似合ってる似合ってる。まあ僕が背負ったらこんな感じですね。まあこういう時はちゃんと紳士っぽく、いつも僕こうだらしなく服開けてチャラチャラしてるんですけど、明日はせっかくこういうカバンがあるんでね、ちゃんと前も閉めてこんな感じでパリッとね行きます。飯どっち側やったっけ？飯左、左こっち、うん、そうそう。まあこれからね、僕も今1000人超えて、今ね現場でもたまにね、もしかしてとか言われるんですよ。で実際にあった例を紹介します。でその時に今まで対応できひんかったけど、このカバンがあればできるから。あ、すいません、はい、もしかして、はい、電気屋 YouTuber さんですか？あ、もしかして YouTube 見てくれてます？そうです。なんかね、友達が見てるのを見て、はい、はい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 、見たんですけど、ありがとうございます。私ちょっと携帯に疎くて、あ、はいはいはい、どうやったら YouTubeあ、はいはいはい、見れるか知りたいんですけど。そうなんですよ。あのここにね、はい、QR コード見えますかね？あ、これですか？これ読み込んでもらえたら読んでいけるんで、はい、あ、そうなんですか、はい、携帯持ってます？はい、ちょっとやってみてください。ちょっと待ってくださいね、はい、やってみます。はい、行きましたか？はい、これでいいんですか？あ、そうですね、これで、押してもらって、今僕のページに飛べますんで。あ、すごい、はい、先住人になってるやん。早いな。7時半の動画アップロードされて、ほん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 、うん、コメントも7件も来てる。はい、皆さん後でちゃんと返しますね。はい、こんな感じで、はい、まあこんな感じでね、カード入れも僕みたいな感じで使ってもいいし、普通に自分の名刺入れたらね、まあ落とし物した時とか優しい人やったら、あ、まあ、電話くれるなり届けてくれると思いますんで、何かに活用してください。あとはこれカバンね、僕結構いろいろ重たいものとか入れたんですけど、まあ、これはお世辞とかじゃなくてマジで肩痛くないですわ。ちゃんとクッション性があって、で頑丈やから、うん、これで現場とかこういう風にね回ってても、まあ、しんどくないかな。ちょっと長時間背負ってたら、まあ、やっぱ重たいのは重たいからしんどいかもしらんけど、まあ普通のリュックサック、このクッションついてないやつ背負うこと考えたら全然マシですね。普通にいけるわ。リュックこんなもんかな。後ろも取る？一周回る？あんまり重いこととか言ってないから。うん？あんまり重いこととか言ってないから。重いこと言いたい？うん、重いことね。そういうのなんか突っ込んでくれたら私が、あの質問とか今映ってる？映ってるよ。でこれね、こういう感じで手でも持てるんで、そこも便利かなと思います。でこれがゴムになってるから、手で持っても手に食い込まへん、
痛くない。あとポイントはここにこういうファスナーがついてんねんけど、ファスナーちゃうわ、フック、ベルト、これがガバーって開かんようにこれで止めれるようになってます。だからこのチャックが開きすぎて壊れたりするんやけど、そういうのの防止ですね。これ外したらこういう状態にもできるから、こういう風に、お、いいやん、これこうやるんじゃん、もしかして。こういうやん、作業するときにこうやったら使いやすいやん。うまい、うん、これこっちやん、こっちか、あ、ワンちゃんいくやんちゃう、使い方ってるか分からんけど、ちょっとこれ多分名刺とか横に入れてるからあれやけど、うん、いいやん。ガチガチに作業せなあかんってなったら、こういう風に広げて使えるのもメリットですね。こうやって小分けされてるから、クリッパー取りたかったらこうやって取れるし、あ、C 握らなあかんなと思ったら C 取れるし、皮むかなあかんって言ったらこれ、カブが取れるし、うん、この使い方俺便利かな、俺的にって感じです。合ってるんかどうかは分からへんな。うん、合ってるんか分からんけど、この使い方が流行るんちゃうかな。これ、なんやろな、これ多分パソコンとか入れる人は落ちにくくなるというか、衝撃和らげれるやつやと思う。今考えたな。うん、今考えたけど、まあそれはまた勝浦さんに聞くわ、多分合ってるやつ。ちょっと今日はカメラマンがいつもと違う人で、あんまり質問とかしてくれないんですけど、あのカメラアングル怒られへんように気をつけてください。気をつけます。あとペン差し、ペン差しもついてた。あとはここにペン差しもついてるから、あ、いいや、ここにペンとか挟んどいて、今これノートやねんけど、ノートとペンサッと取ってできるもの便利かなと思います。ジャーマニー製やから、多分これ持ってる人少ないと思うね。そうやな、ちょっと現場でカッコつけたい人とか絶対いると思う。あんまり派手すぎず普通にいけるやん。いや、いい、似合ってる、似合ってるやろ、うん、かっこいいな、普通に、うん、正直これ背負ってる人ってまだなかなか見たことないから、日本でもそこまでもしかしたら、まだ持ってる人が少ないと思うんで、結構レア感もあるし、普通に見た目もかっこいいし、もう俺はこれをこう背負ってこれから現場に行こうと思います。いってらっしゃい。どんな感じ？紳士っぽい？いや、なんかちょっと若っぽく見える。若っぽく見える、うん、若っぽく見えるけど紳士にも見える、うん、きっちりしてる感じがある。女性の意見で若っぽくも見えるし、うん、しっかりしてるようにも見えると、うん、硬すぎず柔らかすぎず、ちょうどいい塩梅ってことやな。そういうこと。ってことで今回はとりあえずカバンを紹介させてもらいました。型番言うわ、ツールバッグリュック MA2635 ってやつです。これさっき俺9980円って出たかもしれないんですけど、限定9個まで今年特別価格で販売してます。でその9個が終わったら 11,737 円、普通の普段の販売価格らしいんですね、まあ、だから早いうちに買ったら安くなります。で、さっき言ったんですけど、このアドレスにメールを送って電気屋 YouTuber の動画見ましたって言ってくれたら、スケールもつくんで、そのスケールも写真ピュンと載せますわ。ってことなんで今回はこのカバンの紹介動画となりました。次ね、こちらのね道具とか冒頭で言ったように紹介していきたいと思うんで、今回の前編はこちらで終わります。ありがとうございました。